よし、やっと見つけたぜ。八つ崎アニマルを八つ崎にしてやる。八つ崎、八つ崎、八つ崎アニマル。ザラキ、効かない。だがクリフトは歩くたびにね、回復するから大丈夫。クリフトの守備力やっぱりいいね。やっぱアリーナもろいんだよな。クリフトは歩くと MP が回復するから、できるだけクリフトに回復させていくスタイル。110、110、あんま回復しないな。幸せの帽子欲しいな。あっと、ブラックマージスさん2しか回復してない。ちょ待って、クリフト、今のアリーナにホイミするとこじゃなかったよ。ベギラゴン4連発されたらマニャ死ぬね。マーニャは生きていられるのでしょうか。まあ死んだらザオラルしてあげる。アリーナは殺すことを選んだ。呪文、ミネア、レホマ、マニア、姉さん回復してあげる。ミネア意外にないんだよね MP。 やはり私のを使おう。やっぱベギラゴンが痛すぎる。さあ、開いた。あれ、もともとここは開くとこ。もういいの？装備ハグメターの剣に戻していいですか？これくらいの広さの階がてっぺんまで続いてると思うとうんざりしてくるわ。もういいの？だいぶ攻撃力違うからね。ライノスキン、魔法カンタ、マーニャいらないか。ちょっと待って、俺の守備力でそのダメージ。ライノスキングさん、あなた出てるゲーム間違えてませんか。これは小さなメダル1個を手に入れた時点で一遍帰るのも悪くない選択肢だと思ってきたね。したらクリフトの幸せの帽子での MP 回復量によりゴリ押しができる。どうなってるんだ。まだ始まっちもいないってことかい。上ある、でも逆側もあったよねこれ。これー、天空への塔は2本あるのかい。宝箱、これは不思議なボレロ。これってなんだっけ、呪文ダメージ食らうと MP に変換するんだっけ。ですよね。ダメだ、守備力が低すぎるけど、マーニャはピンクのレオタードよりはいいんだな。装備しといてもらおうか。
イングのレオタードは特殊効果ないもんね。守備力高い時点で OK。 マーニャ守備力低すぎない？お、こっちも盾。ドラッシーはもう誰も装備できないだけど、いやドラシ2個目落ちてるんだけど、装備できるの2人しかいない上に1人は絶対天空の盾装備するから、これいらないやつだよね。これない。 OK。 こっち、ふう、ちょっとこの扉がロトの紋章。おっと、逆側にエレベーター。回復、回復はないのか。てんてんてん。うん。逆側にまたエレベーター。時々エレベーターとエスカレーター、どっちがどっちかわからなくなっちゃう。下るアイテム、下る、上に上がる階段があればそこはアイテムのはず。あ、夜の帝王だ。これはな、黒い霧、状態異常にかからなくなるやつ。マーニャさんの通常攻撃がまずいっすね。ミネアからパクってきとくべきだったんだ。おって、そんな強い。いや、呪文使えなかったらあなたただの露出狂じゃないですか。呪文の使えないマーニャさんなんてただの露出狂ですよ。3体で1485、やはり強い。呪文、クリフトさんのベホイミオアリーナに私にベホマ。はい、お宝。世界中の雫、雫いきます。まあ、デスピサロ戦かエビルプリースト戦で使いたいよね。はしごで登んの？エレベーターもある、まあ、はしごでしょこんなの。今のエレベーターショートカット臭くない？帰るのは楽で、登ってくるのも楽だけどみたいな。多分一方通行は本当勘弁な、やっぱここだ。でも、ね、言うほど戦闘してないんだよね。ほら、もうクリフト完全回復してるし、 MP。 まあ、正解ははしごでした。ここはかりんとうだったのか。あ、もしかしてかりんとうってかりん様、お菓子のかりんとうとかけてるの？すげえ、ね、今さら何を言っているんだお前は。誰もが知ってることじゃねえかっていう。なんか先に行けちゃうと怖いから結局戻るんだけど、
そうなるとこの演出がちょっとめんどくさいんだよ。全然敵出ないな、ここ。うんね、これ確認したいだけなんだけど。今どこにいるんでしょう。私は今どこにいるの。あそこ空いてる。お、お宝ゲットだぜ。なんだこれは。メガザルの腕は2個目。いいね。これ2人に装備させておけば2回復活できる。あ、スモールグール。何？何？ザラキ。息の根を止めればいいじゃない。増えたー。え？奥さん見ました？この威力。まあマリアが守備力低いだけはある。おアリーナ、お前ちょっと回復しろ。私はイオラだ。いや、クリフトさん、トルネコの大冒険に帰れ。スモールグールは恐ろしいよね。ザオリクも覚えた。もうクリフト最高。クリフト最高。渋い勇気は。それ国崎最高だよね。お、え？お前アングルホーンだろ。やっぱ5州だな俺。4、6にプレイしてないから色がわからない。ブルーデビル。マホットン。マヒャドーは痛いですね。マーニャに水の羽衣を装備させていくべきだったな。この色はあれだよね。俺この色がアンクルホーンなんだよな。まあやっぱ基本はクリフトのベホマで。てかベホマラの回復量10か。回復量っていうか、あの MP 消費量ね。回復量は10じゃない。回復量10だったら誰も使わねえよな。上に参ります。ここか。俺今天空剣持ってないけど。装備してなくてもいいの。雲のエレベーター、たどり着いた！天空城！あ、ここは天空城。戻ってくることができました。ありがとうございます。ではまた後ほど。ここは天空城。竜の神様が治めているお城です。天空人をモンバーバラの劇場で踊らせたらスターになれるんじゃないかしら。さすがに空気が薄いわ。体を鍛えれば持久力を養うことができそうね。この城大丈夫でしょうかね。雲の土台からすっぽりと抜けて落ちたりしないんですかね。あら、ミニデーモン。何をしてるかって、世界中の苗を育ててるんだよ。世界中の雫あげちゃう。雫いきます。3つ目。
大変だ大変だ、マガマシグマが地上を追い始めている。その昔、地上に落ちて木こりの若者と恋をした娘がおりました。しかし天空人と人間は夫婦になれぬのが定め。木こりの若者は雷に打たれ、なんでマスタードラゴンの嫉妬ですか。娘は悲しみに打ちひしがられたままでした。この城に連れ戻されたのでしたと。地上に残してきた子供、おかんがいるのかい。よし、幸せの帽子ゲット。ママ、ママ、どこにいるの？なんか言えよ。トルネコさん、いつものやつ。ない。宝物など、もうない。地上に降りてみた。な、でもマスタードラゴンの許可なしに地上を降ることはできないんだ。ね。でも十数年前に、ここの女性が無断で地上へ降りていったんだ。あら、翼のない人が天狗城にやってくるなんて何百年ぶりかしら。お、本、本。本を読みますか？進化の秘宝ね。本来の進化の筋道を歪めてしまう秘宝なり。秘宝を使えばこの世にあらざるべき生き物を生み出すことができるであろうと。全ての災いの元なりと、後の世に伝えてはならぬ。地底深く封じ込めよと書かれていますよと。進化の道筋から外された生き物たちの怨念がそうさせたのかもしれませんね。見たこともない文字。また教えてくれるの？奥さん、さっき見たよ。え、何を？同じ本をこの本棚入ってるの？手で読めないんだよね、俺には。じゃあこの人の文が読んでくれる。戦いの歴史。遥か昔、魔族の王エスタークは恐ろしいものを作り出した。それは進化の秘宝であると。その力で自らを神をも超える究極の生物に進化させたのだ。しかし事態を知った天空人はマスタードラゴンと共にエスタークと戦い、エスタークを地の底に封じ込めたと。しかしマスタードラゴンでさえエスタークを封じ込めるだけで消滅させることまではできなかった。エスタークを起こしてはならぬ。ね、起きたけど屍になったよ。まだ不完全だったとかね。黄金の腕輪があの時はまだ使われていなかったのです。本の中にはそのたらに読めぬものもあるだろう。二人に読んでもらうといいね。読めぬものもあるだろうってね。お、日記。読めるものもあると。金を犯し地に降りた彼女をマスタードラゴンはどんなに時が経とうともお許しにならないだろうと。今にマスタードラゴンは最も残酷なやり方で彼女の幸せを奪うことだろうと。悲劇が起こる前に地に降りた彼女を私は何としても連れ戻すつもりだ。どんなにぬくまれようと。これ誰の日記だ。古びたドラゴン育成日誌。ドランの誕生日なのです。同じ年に生まれたのでルーシアもドランも今日で8歳です。ルーシア8歳だったの？ああ、違うのかな。ちょっとこっちに行ってみよう。くるりんくるりんくりりん。あ、あなたたち人間で口を聞いちゃダメよ。はい、お姉様。ツーンツーン。これあれじゃない？サイゼルの蜜の時にいた人たち？あれエルフだったっけ？地上ではとてつもなく邪悪なものが生まれようとしているらしい。あの下で。もう一箇所なんか行ってない場所あるか？あった。おっと、教会。ここバーバラいたとこじゃね。お告げしか聞けない。デスピサルは秘宝を用いた進化の邪魔をされぬよう地底に結界を張ったそうですよと。デスピサルの進化を止めるにはまずその結界を破らねばならんと。ご加護がありますように。ゴーゴーン。お前さんたち、これから大変なところに行くんだろ。ところで、バロンの角笛をもう手に入れなさい。いや、もしまだだったら、ゴッドサイド中町の東、あった。取り方わからんけど。ルーシア。
あなた方はおかげでまたこうしてこの子たちの世話できますわ。あ、何かお礼をしなくっちゃ。あ、ドラ、こっちへいらっしゃい。グオングオン、どうかこの子を連れて行ってください。きっとお役に立てるでしょう。ドランは馬車に乗り込んだ。ドランだ。旅の途中は目立ったけど、周りにいるのが天空人だけだと普通に見えますな。なんかルーシアもここに来たらすっかりよそよそしくなったわね。ドランか、あいつもモンバーバラのステージに踊らせたら人気取れるかもね。ぬるる。強さを見てみよう。ドラン、竜の子供。しく力195、守備力160、強い。ライアンさんより強い。ただこれ以上強くならないんだよね。強い。ただ体勢どうなんだろうね、ドラン。力と体力すさまじい。怖がらなくてもよくってよ。雲を突き抜けて白い真っ逆さまなんてことはない。怖かったよ、今の。今のちょっと、今のは怖かったぞーって、フリーザ並みに怒るぞ。笑えよ、ベジータ。ああ、すぐ出ちゃうね。よし、マスタードラゴンに会いに行こう。会いに行ってみよう。処理落ち。なんもない。でかい。どこが黄金竜やねん。ここにおますのは我らが、おマスタードラゴンだ。ほほ、シュウヤが我ら天空人と人間たちの血を引く勇者であられるか。我がマスタードラゴンはいつもシュウヤのことを気にかけておられたようだ。私はこの城を治めるマスタードラゴン、竜の神と呼ばれている。私はここにいて世界のすべてを知ることができる。お前たちがなぜ私に会いに来たかもすでに分かっている。しかしもはや私にもデスピサロというものの進化を封じることはできん。お前たちが思っているほど絶対のものではないのだ。役立たずか。なんだこの闇のオーラは。ご報告します。たった今、闇の世界の入り口から邪悪な波動が発せられ。言わずともよい。報告ご苦労、下がっておれ。己デスピサロメ。この程度のことで天空城を撃ち落とせるとでも思ったのか。あ、それとも、シュウヤが天空城に入ったことを知り、挑発してきたのか。まあよい。ところで、人間というのは実に不思議な生き物だ。かよわき人間が時として思わぬ力を発揮する時がある。私はそれにかけてみようではないか。天空人と人間の血を引きし勇者シュウヤよ。そなたになら進化した邪悪なるものを倒せるやもしれぬ。私の持てる力を与えようぞ。経験値がメリメリと。レベル31に上がった。これこれ、こっちこっち。天空剣が星になった感。その天空の剣がきっと役に立つであろう。どうだ天空の剣、ハグメタ剣の方が強い。知ってる、ドラゴンキラー。まあ武器としてもね、道具としても使える装備。ハグメタの剣を、じゃあライアン、はい、ドラゴンキラー、これもういらないね。袋。まあラスボスドラゴンじゃないしね。これだけっすか。
マスタードラゴン様、これだけっすか？もうちょっとなんかくれませんか？びっくりしたー。ちょっと行ってない場所あるんじゃないかなって気したんだけど、とりあえずこう天空城には行ける。天空への塔の一番てっぺんからちょっと戻りたかったんだけどな。とりあえず寝て、バロンの角笛を、はいっと、ねっねっねー。